こんにちは。美味しいものが食べたい、よしです。以前にね、あのコグマラテっていう、スイーツの飲み物をね、載せたんですけども、今日はね、その進化系を作ってみたいと思いますよ。さあ、どんなのができるかな。ほんなら、いこまやか。はい、材料の説明なんですけどもね、今日は超シンプルです。さつまいもですね、それから、牛乳、生クリーム、グラニュー糖、以上です。はい、ではね、早速まずは焼き芋をね作っていきたいと思います。200度のオーブンで、とりあえず45分ぐらい焼いてみましょうかね。はい、焼き上がってきましたね。なんかイメージだとね、もっとあのシュワシュワってなってるかと思ったんですけど、冷めるとシュワシュワになるのかな。あ、でもなんかね、こっちが、反対側が少し硬いような気がしますね。もう少し焼いてみましょうか。はい、あれからね、また7分、余分に焼いてみました。あ、いい感じですね。だいぶ柔らかくなっていますね。じゃあ、あのこのままだとね、ちょっと触れないので、しばらくこのまま放置して、冷ましていきます。はい、粗熱が取れました。まだあの熱いって熱いんですけどもね、あの触れないほどではないので、ちょっと処理に取り掛かっていきます。はい、こちらのね、鍋に、入れていきたいと思いますが、まずは、皮を剥がしましょうかね。あ、いい感じで焼けてますよ、これ。あ、これなんかすごい美味しそうですね、これね。こんな断面がこんな風ですね。うん、あ、すごい甘い。あ、これ美味しいな、これ。うん、熱々。うん、このちょっと焦げた部分がね、香ばしくてすごく美味しいですね、これ。うん、あっぷ、うん、これね、結構甘みの強い、お芋ですね。あの、すごく香りもいいですしね。あ、焼き芋のね、紹介じゃなかったですね、これね。はい、ではね皮を剥いて、よいしょ。ちょっと重さを測ってみましょうかね。はい、全部でね、270g ありますね。これ1杯じゃちょっと多いですね。はい、ではそこにね、そうですね、だいたい同量よりちょっと多いぐらいに牛乳は入れた方がいいと思うんですね。270でしたが、350入れてみましょうかね。はい、ではね、そこに、20g、砂糖を入れます。グラニュー糖ですね、グラニュー糖を入れます。そして、こちらのね、ブレンダーで、潰していきます。
ちょっと味を見てみますね。ああ、以前やったやつに比べてね、もう格段の差ですね。やっぱり芋を一度焼いてるから、すごい香ばしさがあったりだとか、甘さがもう全然違いますね。はい、ではね、これを火にかけていきます。はい、ではね、こう温めてきました。ちょっとこれを注いでいきますね。ちょっとこぼしちゃいましたね。はい、ではここにね、生クリームを浮かべていきます。ちょっとね、リッチな味わいにしたいです。大さじ2杯ぐらいね、入れていきます。はい、焼き芋ラテの完成です。はい、じゃあね、早速いただいてみようと思いますよ。いただきます。めちゃめちゃめやでかんこれね。前に投稿した、コグマラテというやつ、あれもね、ものすごい美味しいなと思ったんですけど、それの上行っちゃってますねこれね。あーち、うん、生クリームをね、今回は、前回に比べてもすごいたくさん入れてみたんですけど、全然負けない、さつまいもの、なんていうんですかね、香りだとか、それから甘みだとか、そういったものは、ね、全然生クリームに負けてないですね。ああ、で、こう喉を通過するあたりにふわっとこう感じられる、その焼いた香ばしさっていうんですかね、これはうめや。うん、めちゃめちゃうめやでかんわこれ。いや、これ本当にね、癖になりそうですよ。ぜひともこれね、今年の冬は大流行してほしいですね、これね。めちゃめちゃ美味しいです、これね。これ食べてないな。美味しいもの飲んでる時ってったら、ほっと幸せですよね。ね、今僕は食べるっていう言葉をうっかり使ってしまいそうだったんですけども、なんていうかな、果肉感、ね、果肉って言わないか、その芋のね、固形物の感じがすごく感じられるので、本当に食べてるみたいな感じですね。これで一杯でもね、結構お腹膨れますよこれ。今日作った分量でだいたい3杯分ぐらい取れそうですね。いやー、これ本当美味しいですよ。ぜひね、これ、作ってみてください。本当にこれはね、後悔させませんね。はい、いいなって思っていただけたら、ぜひともね、チャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。